カマンガシのインシュルイザーの皆さん、こんばんぴです。さあ、シノノメアクト新しい星音が更新されました。本日も今回も聞かせてもらいますね、運ゲーさん。そしてアッサーコハネちゃんのイラストも画面ドア。なんか星さんのイラストにもさ、こういうアッサーさんいなかった？なんかスプレー缶持ってるやつ。そしてルカネさんは大人のお姉さん。メンバー詳細から見ていこう。いや、ちょっとね、特訓後のこの俺についてこいみたいなあの感じも好きだけど、やっぱ特訓前の、まあ、イベントストーリーともリンクされてるイラストだと思うんだけど、ちょっとかっこいいよね。しかも、ジュンスコだし、キュートのジュンスコと、あとサブ隊がかっこいいわ、やっぱ。炎の継承。いつか全部片付いたら。コハネちゃん、眠ってしまわないように。なんと、電車で寝過ごさないようにっていう意味っぽい。スキルはパフェスキですね。コハネちゃんのキュートのパフェスキってあったっけ？ないよね。ってことで、コハネちゃんももちろん欲しいと。特訓後は、線路の上ですか？危ない。いや、これどういうイラスト？どういうイラスト？電車の中っぽいイラストだけど、線路の上でもある。ラストはルカさん。ルカさん、不意の挑発ってアキトに挑発してたんですね。からのここは共同戦線で、ライフ回復ですね。今回工場ガチャということで、ガチャボーナスがついて、まあ、逆にヘアスタイルチェンジだとか、そういうのはない。といった感じになっています。では、早速、ガチャ、やっていきますか。現在、優勝クリスタル9300の、無償クリスタル、26000くらいか、貯めましたね。昨日から5000くらい無償クリスタル増えたんじゃない？ちょうど昨日アンリミテッドトライカードも終わって、石も回収できたんで、やっていきましょう。この動画が良ければ高評価、そしてチャンネル登録お待ちしております。おすすめから、あ、なんかアキトいっぱい引いてるやついるみたいな感じで、来てくださった民も、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それでは、やっていきましょう。今日のログイン画面は、シノノメアキトでした。まず、優勝2連冠。そうだ、言うの忘れてましたね。とりあえず、まあ、アキト、コハネちゃん、ルカさん、全員狙ってはいるんだけど、もし早々にアキトが出るなんてことがあれば、また、ちょっと断念するか考えるところではあります。そんなことが叶ったことは滅多にないんですが、ジュルメイクしていただきます。よろしくお願いします。ロードゲーです。ない。もうわかる。ロードがあるかないかなんて、僕レベルになると全部わかるから。お疲れ。それが一番いい絵になるって思うしな。レク早い。そう、100連爆死してから言われる感じ。うん、それが動画的に一番いい絵になるんじゃないみたいな。あれ、100連目に言われるやつだからね。早いよ。はい、まず、幸先よくアキト1枚もない。ここからですよ、ガチャボ。まあ、優勝クリスタル7000あるんで、まあ、それは最初に消費していこうかなと思います。あれ！え？ないか？いや、早かったな。あとワンテンポ欲しかった。でも、全然、まあ、ロードって言われたらロードっていう長さ。うん、持った。僕ってほんと気が利くよね。ほんとっすか？気引きます。こっからあざす。どうしよう。なんで友達のジュース勝手に飲んじゃって大丈夫？そんな感じでガチャ30連目優勝クリスタルよろしくお願いします。全然入ってない。入ってないわ。それは星読んだけど、ピックアップかい。おっと、もしかしてすり抜けですか？いやー、でもこの紫の感じ気持ちいいよね。8連目、9連目。誘ってみて。よかったな。俺も今視聴者誘ってるんで、一緒にガチャ引こう。このガチャいっぱい引こうって視聴者誘ってるんでね。すごく、真剣に書かれた歌詞だね。すごく真剣にガチャ引いてます、今。この僕の叫び声、歌詞じゃないです。さあ、まず一回すり抜けさせていただきました。いやー、推しバナーですり抜けされると心に来るものがありますね。ただ30連で1枚引いてるんで確率通りではあります。こっからあと星4がじゃあ2枚ぐらいは見れる。で、確定分で2枚あると。で、あと4枚は星4ゲットできる可能性がね、高いと言った。あったんじゃない？あったっしょ。待って、お願いお願い、ほんとにお願い。40連目早いよ。これでアキト出たら早い早い早い。マジで早い。2枚抜きとかして、いや気持ちいい。また薬やってるって疑われちゃう。1、2、3、4、5連目。コハネちゃんからよろしくお願いします。アキト、最後はやっぱりこいつが残るんだ。よし。え、最後はやっぱりこいつが残るんだってのはどういうボイスなんだろう。てか顔いい。よし、待って、早っ。やばいことが起きてる。思いのほか空腹になっていたようだ。おおやくん、空腹なんて紛れましたけど今。朝からこのガチャあるからなんかもう変に緊張して胃に何も通らなかったけど。40連やばすぎる。ええバナーイラストの段階ではマイク持ってるなんて気づかなかったけど、ボイスの意味まだわかんないんで、これはイベントストーリー読まなきゃな。なのでガチャボーナス50まで今回
引こうかな。じゃあ、何連になるんだろう。まあ、とりあえずこっからは優勝クリスタル使えないゼロなんで、無償クリスタルで、ガチャボーナスまで引かしてもらいます。一応50連目ではある。いやもう何でもいい。40連で、いやよかった、前の配信で思いっきり爆死してよかった。やっぱ確率ってこうなっていくんですね。運ゲさんありがとうございます。ここは何もない世界だな。あ、ここはガチャだけ引く世界です。あと10連かな。じゃあガチャボーナス50はいきます。60連目よろしくお願いします。あれ、これ踏んでないよね。あれ踏んでるか。あ、なんか踏んでそう。いや踏んでないよね。踏んでないわ。 0.5 だもんね。ってことはプラスであと1枚欲しいもらえるのか。これはさすがにすり抜けてます。ロードがないんですり抜けてます。あ、きっと2枚目って可能性あんのか。ロードがないってことは2人とも頑張ってるみたい。2人ともね、頑張ってるよね。え、こ、2人っていうのは誰と誰ですか。僕と誰ですか。ママ今いっぱい引いて頑張ってる。ミッシング、はい。綺麗にあと1連で星4確定です。これはそれではラスト1連、63連目になるのか。63連でガチャ終われんだ。そんなことあんだ。いきます。ロード入ってたことない今。あの、ここも一応ピックアップの確率がまだ上がってないか。なんか今後上がっていくんだっけ。なんでここはすり抜けの可能性が全然高いんだけど、とりあえず今ちょっとロード、ちょいロード入った気はするんで、これでもありえます。みけ、助かった。待って、この絵の持ってないよね。だってずっと交換所で交換するか一生悩んでる子だもん。よーし、待って、しののめ家お姉ちゃんと弟引いちゃって、やーばこのガチャ。ありがとうございます。以上、最近爆死しかしてなかった僕のガチャ結果でした。それでは早速特訓させていただきます。よろしくお願いします。顔面ドアップですよ。いいよねこの特訓 SE。 進み続ける、それだけだ。練習用スコア初級が全部なくなってしまいましたが、結構手応えあったな。いや僕も今日のガチャ手応えしかないんだけど、マジで。はい、でマスランももちろんあげます。よろしくお願いします。今アップデートが一瞬で上がりますんで。結構手応えあったな。いや僕も手応えしかない。そしてスキルももちろんマックスにします。ちょうどスキル用アップスコアたちで補えたんで、よろしくお願いします。まだまだここからだ。まだまだ引けってことですか。今回もう引かないけどね。いや、クリスタルを1万8000残して終われんのはやばい。ありがとうございます。ちょっともう僕語彙がないんで。 あんたも線路の上歩いてたんですね。危ない。ぜひ皆様のガチ結果コメント欄に書いてくださると幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。